さん、おはようございます。おはようございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いい朝でね、非常に気持ちのいい、秋のね、晴天の、朝です。今日一日頑張りましょう。はい。この前、兵庫県の宍粟というところに行ってきました。で、そこでね、本当にあった話なんですけど、これは素晴らしいなと思いました。その方はね、もう、大正時代に、活躍された、ね、大正昭和と活躍された方なんですけどね、その方がね、奥さんもある、で子供さんもある、ね、そういう中にね、大体兵庫県のね、そういう軍部の方々は冬場の間はね、出稼ぎに行くんです、ね、でその出稼ぎに行くんですけど、その出稼ぎに行った先でね、実は大変な水害にあったんです、ね。場所は兵庫県のね、豊岡城崎町の方だとこう聞いてます。でもう本当に大雨が降って、でもう水が、もう濁流が、ね、いっぱいになって、でその時は実はその出稼ぎ先で、その方はね、もう実際にあったことなんだけど、同じように出稼ぎに行っておられた方々が、その大雨でね、大洪水になって飲まれていくんだと、流されて、で、ああ同じように自分で働いておられた方々が皆ね、流されていくということで、もうその方はもう必死になってね、無我夢中になって、皆さんだったらどうする、助かりたいよね、ね、必死になって逃げるでしょ。だけどもう水がもう目の前に来て、もうどうすることもできなくなった。ただその時ね、その方はどういうわけかね、祈ったんだって、お祈りをしたんだって。もちろんその方には特別の宗教があったわけじゃない、ね、ただもう無我夢中になって、もうね、目の前にもう濁流がこう迫って自分が、ね、流されるというその瞬間に、その方が神様助けてくださいと祈ったんだって、ね。でその時その方はね、ただ祈ったんではなくって、ね、私には妻もあれば子供たちもいますと、ね、今私がここで死ぬわけにはいかないんですと、ね、この家族を養っているために自分は頑張らねばいけない、今ここで私は死ぬわけにはいけないんだと言って、この方はね、神様と言って祈って、で具体的にね、ここでもし私を助けてくださったならば、神様、私は家族以上の人数の方々、住人の方々を助けさせていただきます、どうか神様救ってくださいと、なんかね、そんな言葉が出たんだ。そうしたらね、何が起こったと思う、ね、たーっとすると、ね、その言葉が出てお祈りをした、その後にね、なんか大きな木がね、目の前にザーッと流れてきて、その木のおかげでね、その方は水に飲まれずに助かった、うん。後にこの方はね、四股分けにご縁を見たら、もちろん四股分けにここに来るまでにね、キリスト教、ね、そういう宗教でもこの方は、ね、いろいろとこう、地域の方々のためにね、非常に貧しい方々や
生活に困っておられる方々も約束通り、この人は、ね、あの時神様に祈ったら助けていただいたから、これは自分はね、ちゃんと恩返しをしなければいけないということで、そういうことをされて、ね、でこの方は思考学に導かれました。さあね、こういう実際にあったことなんですけどね、こういうことをね通して私たちが気づくことは、やはりね、どうも私たちのこの人生というのは何が起こるかわからない、何が起こるかわからないんだけれども、え、明日明後日何が起こるかわからないけれども、やはりここにですね、私たちにはわからない何か大きな神様の御心というのが働いて、ね、その神様の御心に沿って私たちが生きていくか、ね、どうかによって人生は変わってくるんだと、ね、そういうことを気づかせていただきたいなというふうに思っております。よろしいでしょうか。はい、今日はこんなにいい天気に向かわれました。今日一日ね、本当に元気でね、体を使って汗をかいて、ね、体を動かして、ね、もちろん頭も働かせて、ね、できることを精一杯やらせていただきましょう。はい、では今日一日頑張りましょう、ね、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。